また来てくれよな。何が必要な。またいつでも来い。さあ、行くぞ。に接近する巨人を残らず排除しろ。どうだ、我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。相手になるよ。やってやる。今日こそ人類の勝利を。ぶっ殺す。エレンの邪魔はさせない。エレンを信じよう。きっとやり遂げてくれる。超満感では。終わりだ。こんなもんだ。以上好き勝手されてたまるか。巨人め、こっちに来い。一緒に行くぜ。ほら、早く来いよこのノロマ。相手になるよ。片付けよ。しっかり頼むぜ。やるよ。私も続こう。そんな、いや
無事にはさせない。いいぞイエガー、壁の穴までもう少しだ。拠点はここだね。やるよ、しっかり頼むぜ。了解だ。俺たちはみんな生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。戦え、どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。あれは自由の翼。おいガキども、これはどういう状況だ。ち、手の空いてるやつは来い。あれは調査兵だ。壁外調査から引き返してきたんだ。この状況の説明を聞くのは後回しだ。先に壁内の巨人どもを片付けねえとな。おい、そこの訓練兵、てめえはまだ余力がありそうだな。手伝え。相手になるよ。残りの者はこっちを手伝ってくれ。イエーガーを安全な場所に移すんだ。そうだ、落とした。次だ。救援要請から無視はできねえな。ついてこい。私も行くよ。後から来てくれりゃいい。ついて行く。よし、また討伐数を稼げたな。片付けよう。兵長、俺に任せてください。しっかり頼むぜ。よろしくな。なめんなよ、クソ巨人ども。相手になるよ。山だ、どけ。成長一生ついていくっす。片付けよう。苦戦してるみてえだな。行かねえと。次だ。各員、手分けして巨人の総統に当たれ。来るのが遅えぞ。クソでも長引いたか。雑談してる場合じゃないだろう。早くこの状況を何とかしないとね。相手になるよ。
ここは私がやります。どっとよろしくな。ああさようなら。わーすごーい。私のために隊長、次で挽回します。まだ戦えるならさっさと行け。そうはつかみは。助けに行かないと。やるよ。エレンのやつ立派にやり遂げたな。今度は俺たちの番だ。やる。くそ、やってやる。駐屯兵団の増援か。そんなもんか。相手になるよ。あらかた片付いたか。鬱陶しいのがいるじゃねえか。本当だ、あの子気になるね。あーもっと近くで観察したいな。観察じゃねえ、討伐だ。さっさと行くぞ、クソメガネ。やるよ。セバさん頼みます。了解。仲間の救援を最優先とする。相手になるよ。ここはこんなもんか。拠点は頼んだ。ここは俺に任せてください。汚ねえな。どんな訓練をすれば兵長のように戦えるようになるんだ。始末してやる。やるよ。武藤さん、兵長、ここは俺だけで十分です。頼みます。了解だ。次だ。
張り切ってるじゃん。兵長、すみません。こっちはもう大丈夫です。あなた、無事だった？問題ない。行くぞ。大丈夫か、お前。こっちは問題ない。始末してやる。ペトさん、任せます。了解。ペト、頼みます。了解だ。落とした。これでようやく話が聞けそうだな。おいガキ、このトロストクで何があった？壁内に残っていた巨人の駆逐は完了したようです。壁に開いた穴は大丈夫なんでしょうか？心配ない。すでに駐屯兵団工兵部が封鎖作業を開始している。駐屯兵団には多大な負担をかけてしまった。力になれず申し訳ない。いえ、加勢いただき感謝いたします。我々だけでは今頃は。リヴァイ、ご苦労だった。ねぎらいの言葉ならまずそこのガキにかけてやれ。新兵か？穴を塞いだエレン・イェーガーと同じ104期の訓練兵です。エルヴィンは見てなかっただろうけど、卒業したての訓練兵とは思えなかったよ。そうか、よく恐怖に耐えて戦ってくれた。いや、本当によく働いてくれたよ。君はいい兵士になると思うな。